ただいまから、ごまファーサッション解説、これであなたもごまちゃんマニアを始めていきたいと思います。本日担当しますのは、アザシさんとの、六志と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早速なんですけどもね、ごまファーサッシという動物、一体何の動物の仲間かということですね、ちょっと解説をしていきたいなと思います。実はですね、私たちよく前足と後ろ足見てもらうとヒレのような形をしています。このことからですね、ゴマファーサッシも含めて大きな動物 の分け方なんですけども、ヒレ足類というふうな動物の仲間に入ります。でこのヒレ足類はですね、実は大きく3つに分けることができます。1つはですね、こちらにも書いてあるようにアシカの仲間なんですね。アシカの仲間でね、東山動物園もいますけどもね、カリフォルニアアシカですね、なんとかアシカというのがですね、ついてますけどもね、ほとんどがなんとかアシカというのがついてはいるんですけども、実はそれ以外にもですね、トドやオットセイ、オタリアなんかも実はですね、この、アシカの仲間に入ります。でアザラシですね、全世界に18種類いますけども、全てですね、なんとかアザラシという名前についてますので、アザラシってついているのがこのアザラシの仲間なんですね。でセイウチは実はセイウチ1種類しかいません。このヒレアシリはですね、このようにアシカ、アザラシ、セイウチというふうに大きく分けられていて、コマコアザラシはこの中のアザラシの仲間に入るわけなんですね。でゴマファーサッシの名前の由来になっている、このゴマ模様ですね、体に、ゴマの点々、黒いゴマの点々の模様がついていますけども、実はこのゴマ模様なんですけどもね、ゴマファーサッシ一頭一頭ですね、違うんですね。しかもですね、その、違い一生続きます。同じ模様はずっと続くんですね。ですから一頭一頭見分けるのにとても便利なわけなんですけども、今からですね、実はこちらの方に、アザラシに来てもらってですね、ゴマ模様をですね、よく見てもらいたいと思います。はい、ナノマンですね、6歳になるメスのゴマファーサッシが来てくれました。ナノマンのゴマ模様ですね、比較的大きめなんですね。はい、よく見えますか。はい、よくこの模様の大きさを覚えておいてください。いくよ。はい、はい、次はですね、じゃあ嵐にこちらに来てもらいます。はい、嵐のクマ模様ですね、ナノマンと比べるとですね、細かめです。いくよ。はい、くる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 、あ、そっちしちゃう。はい、くるくるくる。はい、でもね、ゴマ模様の細かさは、嵐とだ、ナノマンとでもだいぶ細かいの分かりましたですかね。はい、はい、始めます。はい、そしたらですね、2頭ですね、実はこちらの方に来てもらいたいと思います。比較しないとですね、やっぱり、分からないということで、アザラシ2頭ですね、こちらの方に来てもらいますね。はい、最初に来てもらったのがアラシです。で次に来てくれるのはナノハですね。はい、はい、どうですか、模様の大きさですね、嵐細かめで、ナノハがですね、はい、大きめなのが分かりますかね。はい、はい、1回回してみて、回ってもらったんでですね、分かりやすかったと思いますけどね。このようにですね、2頭ですね、それぞれ模様が違うわけなんですね。はい、じゃあ帰ってもらいます。はい、いくよ。はい、ちょっとですね、ナノハの模様が分かりづらかったかもしれませんけど、大きさがですね、だいぶ変わっているのは違いが分かったと思います。で、ゴマファーサッシたち成長しますとですね、大きさが大体体長が約 1.6 メートルになります。私、1.7 メートルぐらいなので10センチぐらいちょっと低いぐらいですね。でこの長さでですね、実は体重が100キロにもなるんですね。体型としてはずんぐりとした体型にはなるんですけども、そのずんぐりとした体型でもゴマファーサッシ泳ぎがとても上手です。で実はゴマファーサッシ泳ぎ、どうやって泳いでいたかというとですね、実は後ろ足をですね、主に使って泳ぎます。で後ろ足をですね、使って前足は実は鍵を取るために使うわけなんです。で今からですね、この落ちてきたフープをですね、ゴマファーサッシがくぐります。
くぐるときにですね、前足の動き見ててください。くぐった後に、回収していってますですね。じゃあ先に後ろ足の説明をしたいと思います。後ろ足ですね、交互にですね、今ですね、ちょっと菜の葉から怒られていますね、嵐ね。これはちょっとね、途中まで運んでいったんですけども、後ろ足をですね、交互に変えて泳ぐわけなんです。この場合ですね、はい。ちょっとタイヤの陰に隠れててなかなか難しいかもしれませんけども、はい、引っ掛けて回収してくれましたですね。後ろ足どうですか、右や左に、左手を閉じてご覧のように、泳ぐわけなんですね。このまま私たちは後ろ足で泳ぎます。で、前足はですね、何使ってたかというと舵を取るために使います。方向転換する手前にですね、前足をパッと描くんですね。描くことによって体の向きを変えて方向を変えて泳ぐことができるわけなんですね。今回ですね、フープが降りてきましたので、今度はくぐった後のですね、前足の動きよくご覧になっててください。はい、くぐって、はい、動かしました。今の前足の動きで体の向きを変えるわけなんですね。はい、上手に、くぐってですね、前足の動きを見せてくれました。最後はまたこのフープを回収してくれます。回収するときですね、今ですね、ちょっとですね、菜の葉のところが気になって菜の葉のところまで嵐が行ってしまいましたけどもね、なかなかですね、こういう季節はこういったですね、ハプニングが起きますので、種目としてはですね、とてもできにくい、やりにくいんですけども、もう一回ですね、このフープをですね、回収してくれますかね。はい、嵐が行ってますけども、これを買って行ってるのかな。はい、回収して上手に、はい、ゆっくりとですけども、歩いていきますね。そのままちょっと菜の葉のところに行くとまた怒られちゃうよ、嵐君。はい、ゆっくりと、そっち反対の方向。トレーナーはね、右の方向だからね。菜の葉のところに行くと怒られちゃうよ。はい、上手に今、トレーナーのところまで持っていってくれないかな。今ちょっと怒られましたですね。はい、はい、上までですね、無事にですね、持っていってくれたと思いますけれども、ごまほう私たちですね、どんなものを食べているかといいますと、実は野生ではですね、魚やカニ、イカ、タコなどの仲間をたくさん食べています。名古屋水族館ではですね、どんな餌を与えているかというとですね、主に、というかほとんど冷凍の魚を解凍して与えているわけなんです。実際に与える魚をですね、こちらまで持ってきました。まずこちら、皆さん何の魚だか分かりますか。はい、よく居酒屋なんかではこれの開きを食べられたお客さん多いかと思います。ホッケですね、北の魚のホッケです。こういった魚を揚げています。次はですね、結構大きな魚ですね、青魚ですけども、こちら、はい、皆さんこの魚のですね、卵をよく正月にいただく機会が多いかと思います。ニシンですね、ニシンの卵は数の子ですね。で、最後ですね、こちらちょっとサンマのちっちゃいような魚ですけども、この魚キタイカナゴといいます。これの親戚のイカナゴはですね、愛知県でもよく取られていますね。知多半島の先端なんかではコウナゴといって売られていますけどね、こういったですね、魚も新しい与えているわけなんですね。で、実際ですね、私たちはこういった魚を生きた状態で捕まえます。まあ、捕まえるときはですね、実はですね、鋭い歯を使って食べるわけなんですね。ちょっと見えないですけども、犬歯といって、ね、尖った歯がですね、ゴマフアザラシたちが持っていまして、その鋭い歯でですね、その獲物を捕らえて食べます。で、ヒゲもですね、たくさん生えているんですけども、実はこのヒゲの根元には感覚神経がいっぱい入ってついています。で、このヒゲでもって魚の動きを察知するわけなんですね。で、魚の動きをヒゲでキャッチして、獲物を追いかけて鋭い歯で噛んで捕らえて食べるわけなんです。このまま私たちですね、その歯では噛み砕くことはしません。もうほぼ丸飲みなんですね。そうやって、この人たちは餌を食べるわけなんですね。大体ですね、1日にですね、こちらも書いてますけど、水族館で3キロから4キロぐらい今ですね、餌として与えていくわけなんですね。
一体どんなところに住んでいるかといいますと、生息地はこちらですね、この青いところにですね、日本よりもだいぶ北のところに住んでいます。ただしですね、日本にもですね、ちょっと、北海道の周辺にも現れることがあります。冬の時にですね、北海道まで現れてくるわけなんですけども、これがですね、生息地北のところにいますので、ゴマゴザスたち寒さ対策はバッチリです。皮膚の下にはたくさんの脂肪がついていますし、分厚いですね、毛皮も持っているわけなんですね。で、さてここでですね、こちらをご覧になってください。このモコモコしたこの茶色い、もう想像がついている方がおられると思いますけれども、これですね、実はゴマゴザスたちの毛なんですね。私たちが虫たわけではありません。実はゴマゴワザシたち1年に1回ですね、寒毛といいまして毛が生え変わるんですね。だいたい4月から5月ぐらいにかけて、毛が抜け変わります。この寒毛の時期になりますとね、台の上に乗ってですね、体全体を乾かすわけなんですね。乾かすことで寒毛が促されるわけなんです。で、1ヶ月経ちますとですね、右のような銀白色のですね、とても綺麗な体にですね、毛に生え変わるわけなんですね。嵐やナンハたち、昨年もですね、4月5月にかけて寒毛が起こりました。その時はですね、抜け変わった後銀白色でとても綺麗だったんですけども、現在はですね、ちょっと黄色っぽいというか茶色っぽい、汚れてしまいましたけども、実はもうすでにですね、少しずつ寒毛が始まっています。水槽のところをよく見てですね、細かい毛が浮いていると手拭きがありますので、もし時間がありましたらですね、そちらも見てくださいね。で、世界に18種類、いると言いましたけれども、こちらのアザラシ何アザラシか分かりますか？はい、実はですね、こちらゴマフアザラシの赤ちゃんなんですね。ゴマフアザラシのゴマ模様、この赤ちゃんには全然ついていないですよね。これには実は訳があります。ゴマフアザラシたち出産はですね、3月ぐらいの流氷の上で行われます。流氷の上なので世界としては真っ白な世界ですね。その時にですね、ゴマ模様の体が、で生まれてきてしまいますととても目立ちます。そこで、ご覧のように真っ白の体で生まれてくることで敵から身を、守りやすくしているわけなんです。ですがゴマフアザラシたちの子供、赤ちゃんたち、たった3週間でですね、このゴマ模様、白い、毛側からゴマ模様に、生え変わるわけなんですね。まあ、3週間経つことでもう一人前に泳げるようになるわけなんです。こういったですね、ゴマフアザラシたちなんですけども、今ですね、ちょっと問題が、起こってきています。最近はですね、地球温暖化によって、今年も、去年からですね、今年にかけても暖冬だったと思いますけどもね、地球が暖かくなってしまって、先ほど言いました出産のために必要な流氷がですね、だんだんですね、少なくなってきているわけなんですね。こういったですね、地球温暖化にですね、対応するためにですね、私たちはですね、なるべくですね、エネルギーを使わないようにしたいと思います。近場であれば車を使わなかったり、あるいはこまめに電気を消すなどしてですね、地球温暖化をストップしていきたいなと思っています。今上からですね、フープが3種類降りてきました。アザラシたち好きな魚やタコ、あるいはですね、ハートの、フープが降りてきていますけども、これからですね、アザラシたちを、トレーニングしている種目にですね、チャレンジをしてもらいたいと思います。まずはですね、最初にですね、このフープをですね、くぐってもらいたいと思います。最初は菜の葉にですね、このフープをくぐってもらいます。はい、菜の葉がフープをですね、上手にくぐっていますけれども、くぐるときにですね、ひげをですね、フープに当てているのが分かりました。もう一回ですね、くぐってもらいますけれども、よくご覧になっててください。で、くぐるときにひげを当てるのはどうしてかと言いますと、実はフープをですね、体をぶつからないようにするために、フープにですね、体をぶつからないようにするために、距離を取るためにですね、ひげでもって触っていくわけなんですね。ぶつからないようにするために、ほら当ててるでしょ。はい、ちょんちょんと当てています。で、このスムーズにですね、動く泳ぎ方もですね、実はゴマフアザラシたちの体の形に関係があります。
流線形といってですね、とてもですね、水が の中をですね泳ぎやすい体つきになっているわけなんですね。ですからご覧のようにスムーズに空気を作ることもできるわけなんですね。はい、ちゃんと気も当ててくれました。最後ですね、こちらに嵐に来てもらってですね、皆さんにお別れのご挨拶をしてもらいたいと思います。はい、嵐がこっちに来てくれました。はい、先ほどですね紹介しましたですね、口の中の、天使なんですけど、ちょっと見てもらいます。はい、よあちょこっと見えました。見えますか。あはい、この歯でですね魚を捕らえます。はい、よくできました。それじゃあ行くよ。はい、皆さん最後まで聞いてくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。はい、2頭仲良くバイバイしてくれました。はい、ありがとう。行くよ。はい。はい、これでですね、これであなたもごまちゃんマニアですね。今日はですね、ちょっと繁殖期だったのであまりうまくできなかったんですけれども、解説の方を終わらせていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。